ダメなやつだ。ダメなやつだ。それやばい。おお、それやばいやつだ。おお。逃げた。いやー。おお。見えます。見えましたね。はい。ハリケーデン、こんにちは、ピオハリ、ヒメダです。そして、モデルのリコさんです。こんにちは。リコさん、はい、月一メンテナンスの日がやってきました。来ました。いや、しみじみですけども。しみじみです。ご週開いちゃいました。あ、よかったですね。なかったです。今日、どこが調子悪いんですか？いや、全身調子悪いですね。一個ずつ言っていただいて、どの辺ですか？頭。目、首、肩、背中、腰、足、全部じゃないですか。まあちょっとリンパも詰まってると思いますし、まあ、針もそうですし、余計なものをいっぱい出した方がいいと思いますので、うわっと取っちゃいましょう。はい、それでは行ってみたいと思います。GO!首、背中、もう後ろがね、全部リンパ詰まりということで、今どんな状態かをチェックしたいんですけども、手を合わせて右左やってみましょう。わかりました。相変わらずボロボロに押し開くとこんな感じになっちゃいますね。立っていただいて、向こう側見ていただいて、肩幅ぐらいに立っていただいて、背中反ってみましょう。ちょっと待って、頑張ってください。頑張ってます。はい。うおって全然反ってないです。きついですね。きついですか。これも11円で全部できます。はい。で、一番全体に効くっていうのは後傾伸脈という使い方ですね。やり手の手を握ったところ、ここに線が入るところ、後傾というツボですけども、ここに10円を貼ります。 OK ですか。で、今度は右足の外くるぶしの下に伸脈というツボがあります。ここに1円を貼ります。これです。はい、 OK です。後傾伸脈ということで、徳脈って経絡部がですね、脳の方にも効いて、うわーって経絡が動いてますということで、反ってみましょうか。全然いけないですか。はい、アメイジングでしょ。ぜひこれね、経絡っていうのが実は存在してるわけですね。はい、さっきも手を合わせてぐるぐるチェックです。はい、おお、改善しましたね。おお、いいです。はい、素晴らしいです。はい、ありがとうございます。ということで、外すと元戻っちゃって、ね、ドクタースタイルは4球とかね、貼ってくださいということで、しっかり成立していきたいと思います。それでは、こう、はい、では全体を流していきます。いや、薄いですね。はい、ちょっと流していきますね。大丈夫ですか。なんとか。もう肩甲骨だけちょっとやってますからね、はい、もうだいぶ楽ですよね、これね。まだダメなやつだ。ダメなやつだ。それやばい。結構上がってきましたよ。きつい。きついですか。今日は辛そうですね。じゃあ、まあ5週ぶりですからね。ちょっと弱めにやりますね。足が人から落ちそう。落ちないでください。結構ソフトにやってますよ。全身の疲労を取っちゃいましょう。はい、じゃあこれで水玉までちょっと吸っていきましょう。はい、それでは5分ほどお休みいただきます。では時間になりましたね。水玉取っていきます。
結構さらうんですね。はい、さっきね背中が流しましたけど、今度は足側ですね、流していきます。ちょっと流しますね。ここね、もも感もしっかり取った方がいいと思う。気持ちいいですか？これ吸ってないです。これ吸ってないぐらいがさ、ちょうどいい。じゃちょっと軽く吸ってみます。もう本当に少しです。これ少し、もうスライドしてる間に抜けちゃうかもしれない。そうなんですね。力入りすぎなんですよ。逃げた。大丈夫ですか？気持ちいいですか？気持ちいい。でもほら、良さそうですね。でちょっと水玉のスケいきます。それではボンゴで進めていきます。それでは時間になりましたので、進んで戻っていきます。それでは背中が滞っていますね。全身調整の背中の張りしていきます。ちょっと伸ばせようと思います。結構おケツ取れてるんで、持ちが違うはずです。一応今パイパイパイの体操もガンガンできるように動きが変わってると思いますけども、うん、これはちょっと名誉のためにやらないでおきましょう。僕は娘とやってますけど。これは本当にいいと思いますよ。ジャジャジャが取れましたんで。これは必殺のあーってやっていくんですよ。あーちょっとガーッとバッっていう形で、ちょっとトリさんは今憑依しましたけども。良いこと良い鍼灸師の皆さんは身を見まねでやめてください。これ本当に危ないんでね。ああスパークです。はい、仙骨の針をしていきます。では10分ほどお休みいただきます。身調整のね針を、取っていきます。ね、動きをチェックしていきたいと思います。では手を合わせてもらって、はい、アフターですけど、はい、はい、動かしてもらって、おお全然いきますね。はい、おだいぶスムースですね。はい、OK です。で立っていただいて、向こう側を見ていただいて、はい、腰反ってみましょうか。はい、おお見えます。見えましたね。はい、本来はパフォーマンスこれぐらいあるわけです。はい、はい、ということでですね、もう全身バキバキでちょっとよくわかんない、何があるのかわかんない、内科に行ったりとか整形外科に行っても原因がわかんない、まあ健康ですよって言われても本人は辛い、こういった悩みを持つ方ですね、鍼灸治療を受けるとすごく改善します。普通のね整体とかでもいいと思います。だけども普通の整体とかでもいいんですけども、全身調整をするっていうのがキーなので、施術後の持続感とかも変わりますんで、双方併用しながらやられている方もいます。また整体たくさん行ってたのが行かなくて済んだっていう方も
たくさんいますので、ぜひこういった施術を受けたい方ですね、お問い合わせいただければなと思います。うちの家は横浜元町と銀座にありますので、概要欄からお問い合わせいただければなと思います。またこういった施術はですね、弟子の先生たち、会員の先生たちがですね、全国で450人ぐらいおりますので、ご紹介できたらなと思いますので、概要欄からお問い合わせいただければなと思います。他にも施術の動画ですが、セルフケアの動画を配信してますので、次の動画もご覧いただければなと思います。またお願いがあります。本当にチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。なんでそんなに凝るんですかね。なんかあれですか、なんかあの高いとこから滑り落ちるみたいな、なんかリーンとかやってるんですか、ね、滑り台とかね、お正月とかね、あのローションでまみれた階段とかバン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 と落ちていくいったとこあります。ああいうのやってるんですか。ああいうのの前説とかやってないですよね。